ドイツの社会民主主義理論家、政治家。ドイツ社会民主党党員。社会民主主義、修正主義の理論的創始者。1850年1月6日ベルリンにユダヤ系の家庭に生まれる。1872年、アイゼナッハ派の党員となる。1875年には、アウグスト・ベーベル、ビルヘルム・リー・プクネヒトラと共にアイゼナッハ派と、 ラサール派との合同を決定した豪田大会を準備。1878年、社会主義者鎮圧法が成立すると、スイスの中立比に亡命し、社会民主党の講演者であるカール・ヘヒベルクの秘書となる。1888年、プロイセンの圧力を受けたスイス政府からの国外退去命令により、ロンドンに亡命し、この頃同じくロンドンに亡命していた。 フリードリヒ・エンゲルスに接近。1880年から1890年まで、スピードの非合法を機関紙「ソジール・デマクラットを発行。1891年には、エルフルト考領の寄贈者の一人となる。フリードリヒ・エンゲルスの死後、1896年から1898年まで、スピード内部の修正主義論争につながる。 社会主義の問題と題する一連の論文を発表し、古典的マルクス主義を批判した。労働者階級の生活改善と中産階級の発生を根拠に革命不要説を唱えた。1899年には社会主義のための諸前提と社会民主主義の任務を発表。これに対してローザルクセンブルクは1900年社会改良化革命化を発表し、 激しく反論。ベーベルやリープクネヒト、カール・カウツキーらとも鋭く対立した。1901年、社会主義者鎮圧法の廃止により、ドイツに帰国。1903年、ドレス伝統大会で、修正主義否認が決議され、ベルンシュタインは公式に敗北するが、運動面では、根強い支持を得続けた。1902年から1918年まで、 帝国議会議員を務める。1913年、社会民主党左派のメンバーと共に、軍事力増強法案に反対票を投じる。1917年、カール・カウツキーと共に独立社会民主党に参加し、第一次世界大戦が終わり、1919年、社会民主党に復帰。1920年から1928年まで、バイマル共和国議会議員を務める。 1921年、ゲルリッツ考領の起草に携わる。1932年ベルリンで死去。ありがとうございます。